やる気がなくなったのではない。やる気をなくすという決断を自分でしただけだ。変われないのではない。変わらないという決断を自分でしているだけだ。カっときて自分を見失い怒鳴ったのではない。相手を支配するために怒りという感情を作り出し利用したのだ。 信用するのではなく信頼するのだ信頼とは裏付けもなく担保もなく相手を信じること裏切られる可能性があっても相手を信じるのです自分のことばかり考えていないだろうか奪う人支配する人逃げる人 ここれらの人は幸せにななることができないだろう誰かが始めなくてはならない見返りが一切なくても誰も認めてくれなくてもあなたから始めるのだ。 叱ると一時的には効果がある。しかし本質的な解決にはならない。むしろ相手は活力を奪われ、ますます言うことを聞かなくなるだけだ。ガミガミ叱られ続けたものが暗い性格になるとは限らない。親の考え方を受け入れるか。 親を反面教師にするかは、自分の意思で決めらられるからだ。他人から称賛や感謝などを求める必要はない自分は世の中に貢献しているという自己満足で十分である。 人は居場所がないと感じると精神を病んだりアルコールに溺れたりする他者に貢献することで居場所を確保すればいいそれがあなたの課題ならばたとえ親に反対されても従う必要はない自分の課題に自分以外を踏み込ませてはいけないのだ 劣等感を言い訳にして人生から逃げ出す弱虫は多い。しかし劣等感をバネに偉業を成し遂げた者も,も数知れない。自分だけでなく仲間の利益を大切にすること、受け取るよりも多く相手に与えること、幸福になる唯一の道である。 人の育て方に迷った時は自分に質問するといいこの体験を通じて相手は何を学ぶだろうかとそうすれば必ず答えが見つかるだろう人間は自分の人生を描く画家であるあなたを作ったのはあなた自身これからの人生を決めるのもあなた 人の心理は物理学と違う。問題の原因を指摘しても勇気を奪うだけ。解決策と可能性に集中すべきだ。よくできたねと褒めるのではない。ありがとう、助かったよと感謝を伝えるのだ。感謝される喜びを体験すれば、自ら進んで貢献を繰り返すだろう。 幸せの3要素は、1、自分自身が好きであること。2、良い人間関係を持っていること。3、人や社会に貢献していること。あなたが劣っているから劣等感があるのではない。どんなに優秀に見える人にも劣等感は存在する。目標がある限り、 劣等感があるのは当然のこと。相手に間違いを分からせるには、親しみのある話し合いをすればいい。大切なのは、それができる信頼関係を築くことだ。 どんな能力を持って生まれたかは大した問題ではない。重要なのは与えられた能力をどう使うかである。敗北を避けるために時に人は自ら病気になる。病気でなければできたのに。と言い訳をして安全地帯に逃げ込み楽をするのだ。 命令口調をやめてお願い口調や主語を私にして伝えるだけで相手に勇気を与えられるだろう未熟な自分を責めている限り幸せにはなれない甘やかすと相手の勇気を奪ってしまう 手助けしたり、チヤホヤしたりするのではなく、独り立ちの練習をさせなさい。みんなが私を嫌っている。今回ダメだったから、次もダメだ。という思い込みは、冷静に立証すれば消えていく。 過去を後悔しなくていい。未来に怯えなくていい。そんなところを見ているのではなく、今、この時に集中しなさい。陰口を言われても嫌われてもあなたが気にすることはない。相手があなたをどう思うかは相手の課題なのだから。 苦しみから抜け出す方法はたった一つ。他の人を喜ばせることだ。自分に何ができるかを考え、それを実行すればいい。判断に迷ったら、より多くの人間に貢献できる方を選べばいい。自分よりも仲間たち。仲間たちよりも社会全体。 この判断基準で大きく間違うことはないだろう。親が悪いから、パートナーが悪いから、時代が悪いから、こういう運命だから。これらは責任転嫁の典型的な言い訳である。 あなたの悩んでいる問題は本当にあなたの問題だろうか、その問題を放置した場合に困るのは誰か、冷静に考えてみることだ。人は正しいことをして注目されないと、時に負の注目を集めようとする。人生を惨めにするような努力はやめるべきだ。 大切なことは共感すること。共感とは相手の目で見、相手の耳で聞き、相手の心を感じることだ。人間であるということは劣等感を持っているということだ。 感情は車を動かすガソリンのようなものだ。感情に支配されるのではなく利用すればいい。どうしたらみんなを喜ばすことができるかを毎日考えるようにしなさい。そうすれば憂鬱な気持ちなどを吹き飛びます。反対に自分のことばかり考えていたら どんどん不幸になってしまいますよ他の人の自分に対する評価はその人の個人的な意見であり自分の評価そのものには関係しない究極的には我々の人生において 対人関係以外の問題はないように見えるあなたのために他人がいるわけではないまるしてくれないという悩みは自分のことしか考えていない何よりの証拠である妻の機嫌が悪い時に 夫が責任を感じてはいけない。不機嫌でいるか、上機嫌でいるかは妻の課題。その課題を勝手に背負うから苦しいのだ。生まれ変わる必要はない。感情の使い方を変えればいい。 暗いのではなく優しいのだ。ノロマではなく丁寧なのだ。失敗ばかりではなくたくさんチャレンジをしているのだ。自ら変わりたいと思い努力をすれば、性格は死ぬ1、2日前まで変えられる。 できない自分を責めている限り永遠に幸せにはなれないだろう今の自分を認める勇気を持つ者だけが本当に強い人間になれるのだ問題の原因などどうでもいい大切なのは解決策とこれからどうしたいかだ。 誰でもどんなことでも成し遂げることができる。嫉妬でパートナーを動かそうとすれば、いずれ相手は去っていくだろう。大人なら理性的に話し合うべきだ。自分と違う意見を述べる人は、 あなたを批判したいのではない。違いは当然であり、だからこそ意味がある。理不尽な上司や学校の先生に無理やり認めてもらう必要はない。市場価値の高い人になればいい。より大きな共同体で考えればいいのだ。 最後までご視聴ありがとうございました。またのご視聴お待ちしております。